This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は7月20日水曜日です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。チャッチャーとバンコク都知事が中国大使とスマートシティプロジェクトについて会談しました。調査で国民の間でのコロナ対策が緩んでいることが分かりました。シャルプーム国際空港拡張計画の調整会議が行われました。バンコク都庁はバンコク都知事就任から1ヶ月を振り返りました。それではまず初めのニュースです。チャッチャーとバンコク都知事が中国大使とスマートシティプロジェクトについて会談しました。バンコク都のチャッチャーと都知事は中台中国大使と会談し、バンコクをスマートシティにするための支援について協議しました。バンコク都知事はハン・ジージャン大使とのディナーの席でバンコク都へ中国大使館の協力を要請しました。バンコク都庁のトーサック最高顧問、サノン副都知事、ニパット顧問、キムック秘書官も出席し、バンコクの学校へのコンピューターやバンコクの病院への医療機器の提供などいくつかの協力について話し合われました。チャッチャーと都知事は中国大使館が現在開催中のバンコクの野外映画祭に参加し、中国の人気映画やメディアコンテンツをタイの顧客に紹介することを提案しました。中国大使はこの提案を受け入れ、まず大使館側で提案されたコンテンツに中国語の字幕をつけることを約束しました。またバンコク都知事はバンコクの学校で中国人教師を雇用し、中国語の授業をネイティブスピーカーが行えるようにする計画にも言及しました。チャッチャーとバンコク都知事は今月初めにもタイとロシアの国交樹立125周年とバンコクとモスクワが姉妹都市になってから25年経つことを記念して、エフゲニー・トミキン中台ロシア大使と会談しています。次のニュースです。調査で国民の間でのコロナ対策が緩んでいることが分かりました。保健省が実施した世論調査によりますと、タイ人はマスクの着用、社会的距離の取り方、手洗いなどの新型コロナの基本的な予防対策に寛容になってきていることが明らかになりました。保健省が6月と7月に実施した世論調査によりますと、社会的距離の確保を守っていると回答した人は6月が 81.9% が、7月には 78.7% に、公の場で常にマスクを着用する人は 95.1% から 94.8% に減少しています。頻繁に手指の洗浄を行っている人も 89.7% から 88.9% に減少しています。また手洗い場の数やアルコールの設置場所も 89.7% から 81.8%、 換気の良い場所も 58.7% から 53% にそれぞれ減少していることが分かりました。保健省スワンチャイ事務次官は、政府の予防対策ユニバーサルプロテクションのガイドラインに沿って感染予防策を引き続き守るよう一般市民に呼びかけています。
マスクの着用は人が多くいる混雑した場所や物理的に距離を置くことができない集会イベント、換気の悪い場所などで引き続き行うよう奨励しています。特に高齢者や基礎疾患を持つ人、妊婦などコロナに感染した場合、重症化しやすいリスクの高い人たちは、他の人たちと一緒にいるときは常にマスクを正しく着用し、ワクチンの追加接種を行うよう進めています。また保健当局は今月2回の連休に観光客を迎える観光地に対して、旅行者の信頼と安全を高めるため、十分な手洗い場の設置や消毒液の設置、会場内の換気の確保を呼びかけています。次のニュースです。シアヌプーム国際空港拡張計画の調整会議が行われました。7月6日、シアヌプーム国際空港の処理能力を高めるため、東部拡張工事計画の調整が話し合われました。アルティン副首相兼保健大臣が空港の拡張工事を監督する委員会を招集し、サクサヤム運輸大臣や運輸交通政策計画局などの関連機関の代表者が参加しました。タイの空の玄関口であるソラプーム国際空港の拡張計画の総工費は78億バーツで、工期は2年5ヶ月となっています。この工事でソアヌプームの空港機能が増強され、年間の空港利用者の数の上限が現在の4500万人から6500万人に引き上げられることになります。今回の主要議題の一つは東部拡張計画の調整でした。空港メインターミナルの東側部分が拡張され、年間最大東側部分だけで1500万人の利用者を受け入れることができるようになります。今後現状を反映した計画に修正し、今年12月までに完成させ、来年初めの閣議で審議される予定で、2023年半ばには工事が開始される見込みです。次のニュースです。バンコク都庁はバンコク都知事就任から1ヶ月を振り返りました。バンコク都庁はチャッチャーとバンコク都知事が6月1日から職務をスタートさせてから1ヶ月が過ぎ、何が達成されたか、これまでの活動を振り返りました。都知事選挙で公約した政策がどこまで実施されているかも明らかにしています。バンコク都庁江川蘭雄広報担当者によりますと、バンコク都知事が自身のフェイスブックで毎朝ライブ配信を行っていることで、都知事の仕事の内容や直面している問題が一般市民に広く知られるようになったと評価しています。またライブ配信を受け、都知事の指示を直接仰ぐことなく職員自身が考え、問題が即座に解決されることもあったと述べています。広報担当はチャッチャート氏が都知事に就任し、新体制発足から30日ですでに4つの緊急課題への対策が実施されたと強調しています。洪水対策はその第1弾で、すでに2387キロの下水道が浚渫された、これは目標の 70.4% に相当し、残り2ヶ月ほどで完了する予定です。バンコク都庁はこの作業が目標通りに完了することを期待しています。また緊急政策は交通安全と横断歩道に関するものです。広報担当によりますと、80カ所の横断歩道に信号機と警告灯が設置される予定です。また色あせた横断歩道の再塗装を早急に行うとしています。このほか路面の改善、工事、仮置き場などの埋め立てなど関連した作業が行われます。デジタルエコノミー協会と協力し、未使用の架空電線の撤去を検討しており、初年度には800キロ分の撤去を目指すとしています。この他の政策では、路上販売や露天商のためのスペースを確保するものです。バンコク都庁は運営する12カ所の市場の家賃を3ヶ月間半額に減額とし、また都庁が運営する質屋の金利も引き下げられました。広報担当はチャッチャート都知事が透明性、情報開示、作業の点検を重視していると明らかにしています。
バンコク都庁の790億バーツの予算案はバンコク都議会で審議されており、都庁のサイトで一般公開されています。バンコク都庁広報担当は、省庁間の連携を改善する都庁の取り組みの一例として、携帯用アプリを設置したことを挙げ、そこにはすでに約6万件の意見や苦情が都民から寄せられていることを明らかにしています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。タッチャーとバンコク都知事が中国大使とスマートシティプロジェクトについて会談しました。調査で国民の間でのコロナ対策が緩んでいることが分かりました。スアラプーム国際空港拡張計画の調整会談が行われました。バンコク都庁はバンコク都知事就任から1ヶ月を振り返りました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。我看的冰冷真长在心头，就为关爱。在风吹满那么满奔飞，心头就为你爱。心肠一门奔心肠在笑，要抱着你关爱。心肠一直奔。ラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time, or 1300 to 1315 GMT.